はい、どうも、豚猫ゲームチャンネルの豚猫です。今日はね、ファーミングシミュレーター19をやっていきたいと思います。あ、そういえば犬飼えるんだったな。犬飼うか。特に牧場になんかあるわけじゃないけど、なんか友達が欲しいな。犬を飼うか。飛ばそう。で、ここね、キャリアモード始めの一歩、前、これね、データがね、飛んだのかな？前回のセーブデータが飛んじゃってね、4時間分ぐらいなんかなくなってるんですよ。すごいショッキング。ほんとショック。4時間作業したデータがなくなるってショックよ。なんでだろうな。セーブしたんだけどな。最後終わる時が終わってなかったのかな。4、5時間分ぐらいあったんですよ。いやー、ショックだなー。まあ、別に、これといって特になんか進展があったってわけでもないんですけれど、その、バイト君とバイトをしている作業時間が4時間分。で、その4時間分がね、なくなってるっていうのがすごいショックっていう あの作業は一体何だったんだっていう。なえるよね、それはね。ほら、エンジンスタート、スイッチ入れてバイト雇う。どこだ？こっちじゃねえな。多分、こっちだな。畑が違う。ごめんね。踏み荒らしちゃってるね。ごめんね。人っちの畑踏み荒らしながら移動しても、特になんか文句言われるわけじゃないからね。イェイイェイ！ゴー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 ！ここまでや、いや、まだもう、あとね、あと、どれくらい残ってんだろう。あと半分近く残ってんのかな。くれくれくれ。1回でいっぱいになるかな。確かならなかったな。いや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 、よいしょよいしょよいしょ。ね、このこれまだあと 82% あるんだ。だからあと 20% 近くあるから、まあ、どこまで掘ってるのか。半分はでも行ったのかな。半分は終わってるかな。あ、54% は行ってる。半分、残り半分か。確かね、夕方の5時、4時5時ぐらいまでかかったはずなので、あとまあ1時間半ぐらい？2時間かな。2時間作業すれば多分、ね、いいんじゃないかな。バイト君と一緒に協力してね、回収の時はこれやればいいって前に気がついたんです。あと、そう、たまたまその時、これのやってる時の動画をちょっとね、ツイッターにアップロードした時に、たまたま、その海外の、その、ドローンが撮影したこの、なんだ、農業をやってる？あれは何を収穫して、コーンかな？何か収穫してたんだけど、回収用のトラクターが、トレーラー付きで2台いて、で、回収機が1個いて、で、ローテーションでぐる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 回りながら回収してるっていう動画があったんですよね。向こうでも実際にこれやってんだなっていうのがね、分かってね、なんとなくって、うわ、すげえなーって思ってたんですよ。いや、それにしても4時間分のデータがなくなるのはショッキングですね。いや、完全な作業ゲーだから、ゆえにショッキングですね。
まだそのなんだリアルタイムで配信しながら4時間ゲームやってね、それでまあ収入のある人はいいですよ。ただただ遊ぶのに4時間これやって、遊んでるのにこれ4時間これ苦行でしょうっていうね。回収はね苦行しかない。これバイトでの回収は苦行、収入になるんだけど、 あとね100% になっても回収し続けることができましたね。なのでちょっとだけお金がね、ちょっとだけもらいましたね。いやでもショックだな。これまたあと数時間やんなきゃいけないって思うとかなりなえるな。今3時でしょ、もう4時とか、まあ、あまあでも近くなった方だからな、場所はな。だんだんねこの蜂の畑だんだんあの回収する向こうの穀物倉庫まで行くのに狭まってるので、よし、じゃあこっちはこっちでやるか。よしよし。でね、こっちもこっちでね、作業やってる途中でございます。ちょ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 。まあ、林業もだいぶ慣れてきたんですけど、あと前の動画と違う部分がね、やっぱこっち植え込んであって、で、あそこにチップをね、手に入れる。やつがあります。あれもね、お金になるので、チップもお金になるので、木材チップもね、お金にして、やってるんだけど、やっぱね、もうここまで来るとね、木の物価が下がっちゃって、お金がなかなか入らなくなり始めた。すーごいアームが荒ぶる。やめてー。いいかな？これで閉めて。もう無理かな？もう無理かな？いや、もう回収できないかな？一応、行くだけ行ってみるけど。行くだけ行ってはみるけど、どこからどこまで切ってあるんだろう。この辺でいいや。このトラクターそこまでそのハイテクではないんだけど、遠隔操作できるからね、このアームが。よいしょ。ちょっとあれだな、近づけ。アームのパワーが。アームが。やばい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 。ほんとこのね、アームの物理処理がね、なってないですね。もうちょい重さの物理処理はされてるはずだから、もうちょい奥を持った方がいいのかな。この辺から取るか。あーすごい荒ぶってる。アームの刃がすごい、なんかポジショニングがすごいやばい。だってアームの刃、こうやって見ると分かるけど、ちょっと斜めになってんだよね、アームがね。ほら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 、早く早く早く。壊れる壊れる、アームが壊れる。無理かな。一応置いては見えるけど、あーやばい、アームが。よし。よし。よし。くっつけた、くっつけた。あと一本この調子でやっちゃうか。もう一本はね、ちょっと重すぎてね、多分。重すぎちゃって、短すぎてね。
あんま積んでも。でもどうなんだろう、長さでお金かかってくるのか、重さでかかってくるのか、ちょっとわかんないんだよね。板って確か本来まっすぐ長い方が高いはずだった。はず。売るんだったら。木はね、木で売るんだったら確かそう。まっすぐで、長い方が売れるはずなんだよ。そもそもこのアームの取り方が悪いのかな？わー、すごいアームが。アームのせいで。大丈夫かな、これ。持ち上げてみるか。真ん中釣れてなかったな。よし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 。やっぱスピンタイヤのガイド線が欲しい。あ、そうだ、犬が欲しいって言ったんだよな。犬、まあ、でも、犬小屋どこに配置しようかな。そうすると、あー、これ、なんかうまく取れてない感がある。ぐる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 ぐり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 。ぐりぐりして、ちょっと、アームの、安定感を持たせたい。よし。アームの物理処理がおかしくなったからね。ほんとやだ。ほんとやだ。それだけがこのゲームの不満。よっ。今だ。お、よし。よし。あそこはちょっと中途半端だから、これで終わりにしておこう。これでいいかな。あんまりやると暴れるからな。上げて。で、大体こいつがね、1回で、そうだね、1200ぐらいかな。お金が儲かるのは。まあでも、こんぐらい積んでるから、どうだろうな、1300ぐらいかな。で、物価、価格がどんどんね、下がってっちゃってね、売れなくなってきちゃったんだよね。まあでも需要がゼロになるってことはないとは思うからな。うん、まあ、最低価格でもキープしてくれれば別に問題はないし、別のね、事業を始めたらね、林業一回ストップして、林業の価格が戻ったらまたね、木を売ればいいだけだし、そのためにもなんかあれだな、木をストックしておける場所も欲しくなってくるよね。サイドミラーがね、見れる。ただ左のサイドミラーがね、どうもね、ウインカー出して、曲がるよー。いないかねー。まあ、後ろなんか連結してるからね、ちょっと大回りになっちゃっても別に。曲がるよー。左ウインカー出してるよー。こうやってチカチカ、ね。止まれしてるよー。左オッケー。右オッケー。左のね、サイドミラーがね、バックミラーになってるんですよね。サイドじゃなくて。なんか、この右端ぐらいにね、サイドミラー置いてくれてもいいと思うんだけどな。普通にバックじゃなくて、普通にサイドのままでいいと思うんだけど、角度が悪いよね。ミラーの角度調整できたら最高だけど。あ、ウィンカー出しっぱなしだ。この攻撃って、このトラクターがね、なんか一番好きですね。なんか、かっこいいトラクターもあるんだけど、やっぱ一番こういうタイプがいいよね。うちもね、トラクター昔持ってたんですよ。耕運機付きのね、トラクター持ってました。今はもうね、大きな畑ではやってないので、
使ってないんですけど、子供の頃乗せてもらったりとかして楽しかったですね。記憶が蘇りますね。ちょっとね、高いんですよ、普通の車で。やっぱこの今のゲームと同じように視点がね、ちょっと子供ながらにね、なんか特殊な車に乗ってるなっていうね、ちょっとワクワク感はありましたね。よしよしよし、来たぞ、帰ってきたぞ、帰ってきたじゃなくて送りに来たぞ。これはここ、これはここ、降りる。あとね、この羽が回ってるこの部分が見えるのが、ね、いいですよ。この部分が、この部分が実に寄ります。あ、でも結構売れたぞ、これ18,000、いいじゃない。なるべく走るときはアームは畳んだ方がいいですね。多分おそらく、この、実際にこれ使ってる、まあ、実際の会社の、機械だと思うんで、実際に使ってる人はこういう感じにね、アームしっかり締まってると思うんですけど、走るときはね。上ぶつかっちゃうんでね。まあ、日本みたいにね、こっちのね、お国は電信柱というか、電線少ないですからね、こういう田舎は。あんま気にしなくてもいいんだけど、スピンタイヤの時の話もしたけど、アームがね、固定されてない状態で走ると、アームが揺れるんですよね、ちょっとね。そうすると、車も揺れるし、あんまりよろしくない。まあ、スピードがそんな出てないからね、この車ね。車というかトラクターだから。後ろから来てる？田舎の走ってるあるある、後ろから来る車のために、端に寄って走るね。田舎あるある。あ、そう。あと、田舎を、私の知り合いがね、言ってたんですけど、知り合いの先輩の方が言ってたんですけど、田舎あるあるでございまして、そこの町が田舎かどうかを判断するには、すれ違う軽トラックの数を数えるといいそうですね。軽トラの数が多いければ多いほど、やはり田舎になるという判断ができるそうです。はい、右に曲がるよ。ちょっと大回りだよ。そろそろあれじゃない？ヘルパーさんが、あれなんじゃないかい？ちょっとね、このゲームね、すごいね、光の加減がね、よくてです。夕方というか、光を見るとね、暗くなるんですよ。お、なんか止まったぞ。あ、あれか。ウインカー消そうと思って普通にやっちゃったんだよ。だから、移動しちゃったんだ。ちょっと一回この辺に置いて、どう？溜まってる？あ、溜まってんじゃん。いつの間に溜まってたんだ。表示されてなかった。あ、ごめん。これ、車借り物なんだから。だいたいね、2レーン走ったらね、1回下ろしに行くぐらいのね、感じなんですけど。ちょっと足りないな、ちょっと足りないな。90% じゃ行くの。最後まで行こうか。よーし。このアームが出るのがまたかっこいいんだよね。だからね、続けられるんですよ。
ウィーンってアームがね、走りながらウィーンってアームが伸びてね、ここにね、セットして流れてる。なんか合体みたいな感じでかっこいいんですよ。男の子のロマンですわーって。そもそも、なんだ。このね、収穫機のね、なんかすごいかっこいいんですよ、ほら。めちゃくちゃかっこいいの、これ。めちゃくちゃかっこいいでしょ、あれ。なんかこの収穫機だけ欲しいぐらいな感じぐらいはある。かっこいいんだよ、これ、めちゃくちゃ。トラックもね、スイッチ多いし、めちゃくちゃ。こんな多いもんかね、スイッチ。男の子はね、こういう乗り物はスイッチが多いだけでね、テンション上がりますからね。あ、この辺汚ねえな。もうね、30キロでね、ここ突っ込みますからね。よいしょ。はい、乗った。ちょい前まで出して。坂ぐらいのところで、だいたいね、2回コード。まあね、マックス上まで行っちゃうとね、車の車体がね、へこみますから、ね。普通もそもそもこんな長くまで行かないはずなんだけど。この油圧のダンプめちゃくちゃすごい。これで61%。1回にね、3%ぐらいしかいかない。往復何回やったんだっていうのはな。でももうここまで来たら早い。あとちょっと。もうマシンが見える位置まで来ちゃったらもうね、割と楽だよ。ずっと向こうからぐるぐる回ってくるの大変だったからな。この辺でスタンバイ。かっこいいわ、これ。めちゃくちゃ。これ今、オートでやってますね。バイト君に憑依してね、見てる。これ、助手席。交代できるのかな？疲れたら、ここら辺のね、ここら辺とか、かっこいいよね。若干、中少し歩けるぐらいの部分、スペースまであるからね、これね。完全にコックピットみたいな感じだよね。いや、かっこいいな。ヘリコプターの音が聞こえるな。さ、戻るよ。いやー、まあ面白いんだけどなー、このゲームなー。このまあ作業が面白ければ面白くなるっていうゲームはね、いいですよ、本当に。癒し。何も考えなくていい。疲れた時にやるべき。ただ、このゲーム疲れる。疲れる。途中ででも疲れる。不思議だよね。こういう作業ゲーって疲れないと、なんだ、癒しを求めてやるゲームがほとんどなのに、すごい疲れるんですよ。特に、なんだ、収穫は疲れる。バイトでの収穫は疲れる。この辺を広げるかなぁ。あれが欲しいんですよね。違う。なんだっけ。これじゃなくて。そう、セーブしてるはずなんだよ。セーブしてるはずなのに。いや、頑張ったんだけどなぁ。これで、今この辺の木を切った方がいいのかなぁ。この辺の木を切って、少し平らにして、土地はね、こっちまであるはず。こっちまでね、私の土地のはずなんだよね。ここら辺まで。だからこの辺うまく平らにして、切って平らにして、で、まあ、農機具とかもちょっとずらして、農機具小屋とかもずらして、あ、まあ、農機具小屋は別にここでもいいか。ちょっとね、この辺、ああ、でも農機具小屋をずらして、こっち側に持っ
ってって、木が邪魔。こっち側に持ってって、農機具小屋を。で、こっち側に、鶏小屋を建てたいんだよね。ちょっとその準備を始めるか。ちょっとこの辺を、この辺の地形はできない。と私の家の、地形だけで。私の家の、家じゃない。土地の、私の土地の、広さ確認をしよう。こう。選択、違うな、こうだ。結構広いんだよね。こっちの道まで私の土地なんだよね。本当は。だから道の方まで土地を伸ばしちゃっても本当はいいんだよ。この辺の木切っちゃって広げて、お金減った。お金が減った。この辺の木とか邪魔だから切っちまおうか、じゃあ。農機小屋があるところに、この木は切れるのかな？切れないね。切れにゃいね、これ。切れないね、これは。なんか音はするんだけど。切れてる感じがしない。これどかしたいね。これもどかしたいから、しゃがんで、この辺切って。この木太いな。倒れるぞー。いいね、この、これドスンって言ってくれればいいな、ドスンと。あれ切って、で、これも切った方がいいかな。どうなんだろうな。農機具小屋を向こうに持っていきたい。こっちか。この辺に持っていきたいよね。これでも木はあってもいいかな。ハイパータンク満タンです。行きまーす。今行くぞ。あいつ回転してくるな。じゃあこっちも回転しよう。一人称でね、この収穫機とね、並走するの楽しいですよ。うまく距離を合わせて、これぐらいかな。送られてきてるかな。送られてきてるね。よしよし。離れないように、離れないように。ほら、ね。後ろからちょっと確認できないけど。近い。ちょっと余裕すぎちゃった。今度は遠い。天才がね、生えてるところだとね、割とサイドミラーとかでね、自分が走ってるところ確認できるんだけど、ちょっとね、普通にここだとね、後ろ見ながらじゃない。
95% だけど、ここまで来ちゃったから行こうかね。よいしょー。いやートラックの中いいね、うん、安心するよ、広くて。ドリンクホルダーじゃないな、手前にあるのは多分灰皿だな、あれ。なんかあのバックモニターとか欲しいよね。なんかサイドモニターとかも欲しい。実際だったらね、もっとカスタムされてるんだけどね。この辺のカーナビっぽいこの部分もね、もうちょっとなんか映ってくれると嬉しいんだけど、カーナビは左に映ってるからな。おお、ちょっと滑った。危ねえ危ねえ。そうだな、うーん、向こうをちょっとまあ手入れして今日は終わりにしようかなっていう感じかな。こっちだとね、あの自分が走ってるルートがね直線上に出るので、大体がゆっくり走ってればね分かるんですよ。作物の上走れないんだけどね、普通はね。普通は走れないはずなんだけどね。まあ、お構いなしに走れますから、よいしょ。ちょっとなんか、この辺のチップをなんかちょっと処理しようか。これ持っていけるかな？重たいか。よいしょ。ドゥ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 。このチップもまた高くというか、それなりの値段で売れるので。タッカーとデイルっていう、コメディ映画があるんですけど、スプラッターコメディ映画と言ったらいいのかな。よくある、この、田舎に来た、学生が、地元の、なんか、キラーに襲われるみたいなね、やつがあるんですけど、そういうシチュエーションなんですけど、その、襲う側のタッカーとデイルというね、主人公なんですけど、彼らはね、見た目はそのキラーっぽい見た目なんですけど、普通のただの田舎の青年でしてね。で、都会の人たちに勘違いされて。で、まあちょっとした理由からね、いろんなことになるんですが、その、遊びに来た都会の大学生のね、ウッドチッパーにね、突っ込んでっちゃうとかね。まあ面白いですから見てください。アマプラで見れますよ。まあ有名だからね、結構あれはね、面白いからね。怖くなく見れる、スプラッターものとしてはなかなか優秀ですね。ああ、これ多分ここいっぱいになっちゃったんだな。向こう送られてないってことは。あれは燃料食わないんで、あのままでいいですね。で、このね、畑にね、鳥がね、いるのはですね、畑耕すと中からね、ちっちゃい虫とか出てくるので、その虫を食べに来てるね。あ、ちょっと間違えた。よいしょ。来る虫がね、多くてね。まあ普通に畑ってね、虫がいっぱいいるので、鳥が結構いるんですよ。で、特に人がね、作業してると、虫がね、慌てて逃げるので、虫がね、どこにいるかね、鳥たちもよく見えるらしくてね。耕運機かけるとすぐ寄ってくるんだよね。あ、耕運機と、あと、草刈りをするとね、すぐにね、鳥寄ってきますね。ああ。
今の時期はちょっといないけど、結構暖かい時期はね、結構鳥飛んできますね。この前もね、玉ねぎかな？玉ねぎのためにね、ちょっとね、畑を耕してきましたね。うちの畑なんてこのゲームからしたらね、前も言ったけど。あ、場所が悪いだけで、チップは多分吸える。チップ吸える。よし。ちょっと、あ、来た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 。なんか微妙に入ったな。ちょっとこれ移動するかな。これなんか乗ってるんですよ、人。なんか人乗ってるんですよ。あの、実は前に進めるんですよ、これ。まとめしてあるけど。クラッシャーを収納すれば多分、で、間違えた。クラッシャーを、ダメだ、輪止めされたまま動いてるわ、完全に。嘘でしょって思うけど、ね、普通は、マッシャー動かして。中ないのかな？まあ、ハンドルはね、切れないんですけどね、さすがにね。まっすぐしか進めないんで。ちょっと次の作業のために移動させようかな。多分ね、木の価格とチップの価格は特に変わりがない。ああ、ヘルパーが満タンになった。と思う。ちょっと乗せやすいところに置いて。あとね、施設で配置するのでこのウッドチッパーが置けるんですが、1日100円するのでね、ちょっと貧乏っちいので、はい、なんだ、参拝ボックス借りてくるみたいなね、形でね、置いてるっていうのもありなんだろうけど、木が成長しない限りはね、やることがないでしょ？これ。だからね、まあ、なんと言ったらいいか、まあ、借りてまでする必要があるのかな、みたいな。よし、行くぞ。気になるのは、その牧場は、牧場というか、その養鶏場とかは、あれ、農地にしか置けないのかな。それだと、開墾しないとダメだよね、あの辺も。ダバーダボアーって91%か。まあいいか、持ってっちゃうか。
金が足りないお金が。ある程度道具は揃えてはいるけど、お金がまあ足りなくなるね、このゲームね。最初は多分バイト生活です。借金して土地を買うか、バイト生活かですね。まああそこはもう完全に林業やっちゃうかなっていうつもりであそこ買ってあるので、まあ、でもあの土地も広いっちゃ広いからね、新しい土地を買わなくても完全に開墾しちゃえばやっていけるんじゃないかなとは思うんだけどな。全員広げて半分木半分なんだ、天才とかでもいいかもしれない。どうしよう、あそこの木を回収しに行くか。これ枝は切れるのかな。枝切れるか。どこが木の主軸だ？ここか。どうしようかな。どういう風に生えてんだろう。こうやって枝打ち。この枝にはどうも価値がないらしくて。本当はウッドチッパーに入れちゃえばいいんだろうけど、おそらく枝の部分の、ウッドチッパー入れても枝の部分はおそらくね、反応してない。あ、これは、あれだね。これはあれですね。枝ではないらしい。幹の部分だし。この辺切れないか、枝。これは切れるかな？これ切っちゃう。これはもう、ぐにゃぐにゃしてるから完全に、バラバラにしてウッドチッパーだな。うん、その方が良さそうだ。これも？ああ、どこが切れてどこが切れないのかちょっとわかりにくいね。こいつは。ここかな？これは切れるのか？これも切れる。この辺が切っちゃうか。うわーお。絵で箱、わお。ここ。よし。切るのにたまにね、このチェーンソー使いますけど、私もうちはね持ってるチェーンソー枝打ち用なのでね、丸太切るほどのあのタッパーはないんですけれど、よいしょ。まあ乗ったまま切るのは危険ですからやめた方がいいですね。本当に危ないと思います。これもあれか、枝か。切れる部分と切れない部分の差がすごい激しいな。こういう木はほとんど切れる部分がメインなんだ。いや、ここで切っちまえ。あ、なんか切れた。枝が消えた。枝が消えた。判定があるからね。この辺はもう多分、
回転。木に乗ったままで左右に移動してるとこで。よし。枝打ちできたかな？枝打ちできたかな？これは？はい、枝打ちできたな。よし。よしよし、切れた切れた。これも枝かな？よし、切れた。これは枝かな？あ、枝だな。これでまっすぐ。これでよし。この辺もちょっと。よし、切れた。ちょっと曲がってるね。この辺切ろうかな。じゃあ。でかいね。あのまっすぐな木しか売れないんですよね、基本的には。間違えた。あの板にするのでね、木製材所っていうのはね、板にするために木を切ってるので、こういうね、あの曲がった木は売れないですよ。だからもう、え、なんだ、板として売れないので、こういう木はね、チップにしかできないんですね。これ乗せられるかな。ちょっとでかいな。この辺かな。でもこの長さで手で持てるということは割と軽いんだろう。あ、ヘルパーが呼んでいる。ヘルパーが私を呼んでるという。今行くぞ。いやー、木切ってチップに変えて終わりかな。なんかワンちゃん買うところまで行けないかもな。このヘルパーのヘルパー呼び出しがある以上は買い物に行けないからね。養鶏場を買って設置して、で犬飼ってっていうぐらいかな。そこまではやりたいんだよな、このファーミングシミュレーターで。牛を飼うのは難しそうだな、まだ。あとはそうだな、馬、馬育てたいな。馬、途中にね、どうもどう見てもね、競馬用の馬、競技用の馬をね、飼育してる施設みたいなところがあるんですよ、このマップ上に。走り込み用のね、ちょっとぐる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 回って走る用のね、施設があったりとかする場所があるんですよ。ちょっと馬はちょっと欲しいかな。でも馬を飼うんだったらやっぱりもうちょっと広い土地が欲しいよな。でもでも馬に乗れたりしないのかな。馬に乗れるんだったら馬欲しいよね。乗れないんだったら別にいいかなっていう風になっちゃう。そうすると羊かな。羊、うん、羊の毛を刈るっていうのもあるかな。放牧できるのかな。あ、ファーミングのシミュレーターだって言うんだから、放牧できないわけはないでしょうね。この辺の土地買ってぐわーっと牛だけを放牧したい。ただなんかでもゲームのね、なんかサイトとか攻略サイトとか見る限りだと、なんか柵の中に入ってるだけなんだよね。なんかね、もっと大々的に牛を飼ってね、この町全体を牛臭くしたよね。牛糞の匂いを、ね、漂うような町にしてね、あ、田舎に来たなーっていう感じをね、漂わせたい。
ちの地元でももう20年近く牛糞を嗅いでないな。昔はちょっと山に行けば牛糞の香りがしたんだけどな。肥だめの香りがしないよ、どこにも。それこそ20年近くぐらい前かなまではね、まだ家のちょっと近くでもね、ちょっと近くっつってもまあ車で飛ばして20分ぐらいのところかなぐらいのところのには牛を飼ってるとね、あったりとかしたんで、牛舎があったりとかしたんですけどね、今もうどんどん積んじゃって、そういったなんか動物臭いような空間もなくなっちゃいましたね。動物園ぐらいだよ、なんか臭いなって感じる、動物臭さを感じるのっつったら。持てる？拾える？拾えるぞこれ。うわー、これ拾えるのか。手で持てるってことは固定できないかもしれないけど、大丈夫かな、いけるかな。いっ、滑って落ちてきた。すげえ曲がってるけど、こう、こんな感じ、こう、ほい、はい、いいねいいねいいね。これ絶対持てないでしょ、さすがに。これは重すぎでしょ、これ重い重い重い。これ持てる、これ持てちゃう、これ持てちゃう判定ですか。モテモテですね。よいしょ、これは重いでしょ。さすがにこれは重いよな。これも重いよね。これでも先端があれかな。先端、この辺、この辺切っちゃえば持てるな。よし。これも多分ね、この辺を切っちゃえば両方とも持てる。あんまり先っぽじゃなかったな。先っぽじゃなかった。先っぽすぎちゃったな。この辺切ろうか、じゃあ。持ってる。よし。ほい。あれ？おいし。いけ。よいしょ。よいしょ。よいしょ。いけ。よいしょ。よいしょ。よいしょ。これ重いでしょ。重いですね。これいけるでしょ。いきますね。ほい。この辺の中途半端な高さの草って草刈り機で刈れるもんかな。これは重すぎです。まだ重いか。よいしょ。ん？よし、持てない。どうした？おい、よっ。開墾するために、まあ、その、木を切るっていう作業をするだけの人の場合は、別にこいつは買わなくてもいいと思う。短くしちゃって、で、さっき言ってたね、その日だけ、借りてくる、ウッドチッパーで。こいつね、置いとけば、勝手にお金に変えてくれるそうなので、特にこういうね、曲がった木はね、あれ？切れてないのか？曲がった木は売れないとはさっき言ったので、完全チップに変えちゃうためにね、用意してれば。あれ？なんだと？貴様？なんだと？なんだと？これ、固定してくれるかな？乗っけるはいいけど。そもそもこいつは固定してくれるのかな？よ、これ重たいみたい。重たいでしょうね、これね。重すぎです。重すぎです。テンション張った。あ、テンション張れてないね。あ、テンション張った。よしよし。
一旦これだけ持ってっちゃおうか。ウッドチッパーと、あと、そのクレーンがくっついたやつもあるんですよ。ただね、そいつはね、どうやらね、このトラクターに設置し、接してないと動かなかったんだったかな。で、トラクターから電力もらってるらしくて、テンション、テンション緩め、テンション外す。よし、緩める。このテンションも外す。ほい。これも外す。ほい。これでいいかな。なるほど。普通に、この状態でもテンション外れ、つけられる。なんか。学んだぞ。学び終えたぞ、また。ほい。ほい、ほい、ほい。ちょっと待って。はい。エンジンスタート。スイッチオン。エンジンかけたはずだよ。エンジンスタート。ヘルパータンクは満タンです。クラッシャー収納じゃない。クラッシャーをスイッチオン。クラッシャー出オン。動いた？ヘルパータンクは呼んでるから忙しいなぁ。忙しいにゃー。どこ、どっちにいる？こっちか。いやー、4時半、4時半ですよ。あ、でもありがたいっちゃありがたいのはあれだな、時間がうまく分かっていれば。このゲーム何時くらいに始めて何時くらいに終わるっていうリアルタイム時間で動いてるんだったら、それで配信というか録画が、私録画でなんか録画が1時間いったなっていうのが分かりやすいな。もうそろそろ1時間いったんじゃないか。そうなんだ。3時40分とかぐらいから始めたような気がしたんだけど、どうだろう。80% ぐらいでいっぱい出すっていうね、連絡とかね。20% ぐらい溜まるまで待つか、ね、よし。よし。いけ。よいしょ。よいしょと。ああ、これな、半かな。どれだ。これかな。シュート。ほら。あ、ほら行け。おー、入ってく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 。ねえ、入り方もリアルだよね。よいしょ。これかな、こうかな。この角度の方がいいかな。ちょっと見にくい、光の加減で。太陽の方見ちゃうとね、消えるんで。暗転するんだよ。よいしょ。おお、え、どれ持ったの今。よし、これ、これ、これ持った、これ。シュート。おお。おお。お、いってるいってる。これ何の木だ？あ、これ一応、じゃあ。
なんだ、もみじだ、これ。ああ、もみじか。もみじか。もみじ切っちゃったのか。秋になったらこれ紅葉するのかな、このゲーム内時間でも。ああ、それはちょっと、残念なことをしたな。紅葉が楽しめなくなってしまう、私の畑で。畑で花見と紅葉が楽しめなくなっちゃうじゃないか。よいしょ。違う。どうやったらそっちに乗る判定になるんだ。ほい、いけ。これかな。よしよし。よいしょ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 、ね、これゲームだからいいけどね、ゲームじゃなかったら虫はたかるし、ささくれは痛いし、手袋は蒸れるし、よいしょ、シュート、ほい、いかない、よいしょ。これでっかいな。あ、これはでも、これはでも板にしてもらえそうな。まあでもいいか。なんかいつも出荷してるチップとは違うチップが入ってるけど、まあ怒られはしないだろう。知らん知らん、チップになっちゃうみんな一緒よ。あ、何気にここにもあった。あ、間違えた、ボタンを。よいしょ、シュート、細かいやつでも、すごい、あれだね、テンションベルトかけられるのはいいですね。この辺もリアルだな。ほい。ほい。よしよし。あれ、もういっぱいになっちゃった？早くにゃーい。あの木一本でいっぱいになっちゃったくせえぞ。エンジンストップしとこう。よいしょ。そっか、いつもは枝の部分しかやってないもんな。あー、100%になってる。で、またチップ売りに行ったりというのが繰り返しになりますからね。あー、今ね、このバイトしてなかったらね、もうちょっとあれっちのね、自分の農場の作業ができてね、楽で楽しいんですが、楽じゃないね、楽しいんですけど、こっちはね、入ってるとね、ほんと、ここね、まあ、この終了しないとお金が入らないので、早く終わってほしいな。あとちょっとっていうところまで来たね、でも。でももうそろそろね、ゲーム内時間もね、ゲーム外時間もね、録画時間もね、だいぶ、録画してるので、そろそろ終わろうかな。よし、ガゴー、いけいけ。いやー、やめるときは保存しよう。
いやでも保存してると思うんだけどな、クラウドに保存してるはずだからな、てかオートセーブで保存されてるはずだからな。あ、前に出すんじゃん、うん、下がれ。あ、ここまずい、街灯に引っかかる。前出てバック行け。うーん、デフロックが欲しい違うゲームだってこれぐらい長いと、このいい感じに後ろのダンプ上げて、で上から水流せばウォータースライダーというか滑り台になって遊べるよねっていうのやってみたいよねどこでもウォータースライダーみたいな感じで遊びたいよね。さあ、チップいっぱいになっちゃったし、どうしようかな。一回降りて、違う。降りて、降りまして。で、施設、その他、家畜小屋。で、養鶏場がな、ここに欲しいんだけど、そうなんだろう、ダメかな。ここにはオブジェクトと設置して、他のオブジェクトと設置してますって出ちゃうんだよね。ここじゃダメなのかな。ここには配置できません。他のオブジェクトと設置してます。多分木が邪魔なんでしょう。ここにつけられるんだったらここにつけたいんだけどなぁ。この辺に欲しい。この辺に欲しい。ダメかなぁ。ダメっぽいなぁ。こっちに持ってっても結局同じなんだよね。あ、高さじゃない。こっちに持ってきても結局判定としては OK 判定が出ないんだよ。ここもそう。この土地は所有してません。こっちまで行っちゃうため。オブジェクトと設置してるってなっちゃう。畑の中じゃなきゃダメなのかな。その辺をちょっと調べてからじゃないと購入できないかな。戻る。じゃあ先に犬小屋でも買っとく。あ、犬小屋置けるじゃん。犬小屋が置けるってことはおそらく置けるでしょう、動物。他のオブジェクト設置してる。結構広めに取んなきゃダメ。ここら辺はでも置けるはず。だから、やっぱりこの辺の草買っちゃわなきゃダメかな。ヘルパーが呼んでる。ヘルパー呼んでる。行くよ行くよ。待って待って。忙しいな。もう少しぐらい考えさせる時間をくれよ。天才のこの回収機かっこいいよな。
なんかもうここまで来たなって感じがしてくるんだよね、ようやく。ね、大きい、やっぱね、この大きい畑の耕しのバイトはね結構いいので、今後はね耕しバイトだけや、収穫バイトはやりたくないね。もうね、これもう忙しいから、収穫のバイトは。耕しとかね、種まきとかはね、種まきの種は向こうで用意してくれてるのかちょっと分かんないんだけど、まあなんか自動でオンにしとけば種もね補充、ヘルパー君が種補充してくるらしいんで、まあ、その際に自分に金がかかっちゃうのかな、けどまあ自動でやってくれるらしいから。で、あとちょっと、あとちょっと、あとちょっと、あともうこんだけ。いや、長かったなぁ。ああ、セーブしてますって出てるはずなんだけどね。セーブされてるはずなんですけど。一応セーブしておこう、ここで。よし。ということで、おそらくね、なんだろう、クラウドのデータの方が、なんかサーバーの方に行ってんのか、まあ、自分のこの、なんだろう、HD の方に、保存されてなかったのか。これね、お金、いい金入るんですよ。8万2000円入るんですよね、これ。いい金入るんですけどね。ただ大変。肥料巻きとかね、この辺とかね、耕しとかをね、やっていくと、多分楽。あ、ひまわりの種か。ひまわりもいいな。ひまわり育てようかな。ひまわり育てるのもありだな。これも耕し。耕しバイトは楽だからね。これ収穫。大麦の収穫か。ただでも、畑22?隣じゃんかよ。めっちゃ隣じゃんかよ。ここの隣の大麦を収穫してくれって言われちゃった。やろうかな。収穫機さえあればね、できるから。家畜欲しいんだよなぁ。家畜欲しいなぁ。ウッドチップを売りに行くか。まあウッドチップ回収機をリースで借りて、で、まあ販売してみたいなねことでもいいとは思うんだけど。で、必要な時だけ呼び出して、いらない時は返しておけばっていうのも、ありだ、ありなんだけどね。まあ、悩みどころだよね。こいつを持ってればね、他の部分のなんか回収をやった時も、使えるだろうしって思って、ここにね、入れて、回収できるようにっていうのをやってるんだけど。犬と鶏を飼いたいな。ウインカーはちょっといいかな、うん、ウインカー気分で飼ってるからねさあ
これじゃあ下ろしてきたら今日のね録画は終わりにしようと思います。この後まあまあ続けて次回の動画ではね養鶏場があればいいかなみたいなところを見せられればいいかなと思います。ぼちぼちやってぼちぼち長めに配信というか録画してを繰り返し、ライブでやったら私これ一日中やってると思うんでね、うん、それはねさすがにやらないと思うんで、まあそれにねこのゲーム見る人少ないでしょう、うん、これ作業しかしてないからね。実際にやってみてまあ楽しいっていう人は見ても楽しいかもしれないけど、なんだろう、人の配信を見るのも楽しいけど自分の畑が気になってるねっていうのがあるからね。まあその配信者の人の配信を流しながら、自分でね、今私録画してるのでね他の人のは流してないんですけど、普段ゲームこれやってる時、キー切ったりしてる時、物運んだりしてる時は、他の実況者さんとかのねゲーム実況のね配信とか、まあライバーさんとかね、VTuber さんのね動画かけて流しつつ、後ろで流しつつゲームやってますからね、まあ、そういう風にやるにはちょうどいいゲームですね。まあ時間の使い方かな完全に。あでも映像が見れないからね。あここじゃなかった、ここじゃなかった、ここじゃない、違うんだ違うんだ、やべやべ、ここじゃないんだった、こっちだった、チップを売るのはこっちだった。ここなんだよ、チップの。何も表示がないから分かんないでしょ、これ。すごい、これね、探すの大変だった。これ探すのに30分くらいね、探し回ったからね。ウッドチップ、はーい。適当なとこに流しちゃうよー。これでね、右上の方の、料金メーターが上がってると思います。今でも安いんだよ、これ。1000いくかな ?1200 いくかな、これ1回で貯めて。だいたいいつも1200ぐらいまで行ってくれてるんだよね。減ってる分から考えるとそれぐらいは行ってるのかな。あ、2000も行った。あー、2000も行った。1200じゃなかったね。全然、結構。お金になったね。2000もいった。やったやった。ヘルパーのタンクが満タンです。はい、行きます。じゃあ、このヘルパータンクをもらって、もらってるところを見ながら、あ、止まったか、あいつ。止まってないか、止まったか、動いてるか。終了しようかなと思います。トータムセールがねまだ Steam 来てるので、それでね買ったゲームがねまだちょっちょいあるので、それもまたね動画にしたいと思います。まあほぼほぼ私の気まぐれでやってるゲームのね録画のゲームチャンネルね、なんかこう連続的にやったりとかっていうのはないんですよ。ああこういうねなんだなんかストーリーがあるわけでもないゲームはね特にね連続でやる必要ないから、まあ、連続でやって意味もない、ストーリーも何もなくて連続でやって意味がなかった動画したらねスピンタイヤシリーズなんですけど、いやあれめちゃくちゃ面白いのでねやってくださいよ。これでちょっと邪魔かな。もうちょいこっち。はい、ということでね、今回はこんな感じでした。本来だったらね、ここはね、終わってるはずだったんですけどね。なんか、セーブの、
されてなかったみたいでね、もう一回やっちゃってますけど、まあ、こういう作業をねやるっていうのもね結構面白いっちゃ面白いけど、まあなんだろうね、よ 4,5 時間はねこれやるんですよ、つきっきりで。なので本当に時間がある時だけしかね収穫はしない方をお勧めします。収穫のバイトね、畑広いからね。だって自分のいる畑がこの21でしょ、今やってる畑この8だ、これだからね、何倍あるんだよっていうぐらいの畑だからこれはね1回でも13で、ここでじゃがいもでここで3、4時間かかってでしょ、ここはね、その倍かかってるからね、6時間ぐらいかかってんじゃないかな、ここの作業は。ここまで来て、よくね、1時間ちょい進んでるぐらいだからね。半分からここで1時間ぐらいか。まあでもそうだね。1時間、2時間、3時間、そう、3、4時間ぐらいかかってるね、全部終わるのに。で、まだもう1時間ぐらいあるかな。ああ、もう1時間はないかな。いや、1時間あるかな。もう1時間あるな、この場で。いや、長い。ということで、今回の動画はこれにて終了になって、一回セーブして、はい、セーブしまして、やめます。メニューに戻ってね、BGM を聴いて終わりたいと思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。